どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルのディズニーチケット付きプランがおすすめということで、今回ね解説やっていきたいというふうに思います。シェラトングランデ東京ベイホテルですね、ディズニーチケット付きプランがですね、平日なら 27,605 円プラスアルファで行けるということで、またですね朝食も3名分つきますし、もちろんディズニーチケットは3名分つきます。またポイントサイトも通せばですね、さらに還元が受けれたりとか、10月以降であればですね GoTo トラベルキャンペーンの地域クーポンもつくということで、チケットをですね3人分直接購入するよりもですねお得っていう風になりますんで、もしねディズニーランドもしくはディズニーシーね予定がある方はですね、ぜひね利用してみていただきたいなっていう風に思います。まずですね今回の全体の流れをですね解説していきたいと思うんですけども、まず一つ目なんですけども、シェラトングランデ東京ベイホテルのホテルバウチャーっていうね割引券を購入いたします。これを購入することでですね、1万円分が8000円でね購入することができます。次にシェラトングランデ東京ベイのチケット付きプランっていうのをね予約するっていった感じになります。その次にですねステイナビクーポンってありますよね、 GoTo トラベルキャンペーンの割引を受けるためにステイナビクーポンをね発券して当日ね利用するっていった流れになっております。でですねこの付帯するディズニーチケットについてはですね、入れるのはチェックインの日ではなくてチェックアウトの日というふうになりますんで、こちら1泊2日なんですけども、2日目っていうふうになりますんで、こちらもね押さえておくようにしてください。ではまず1つ目にシェラトングランデ東京ベイホテルのですねホテルバウチャーに関してなんですけども、こちら2020年9月現在ですね 20% オフで購入することができるんですよね。1万円分が8000円でね購入できるっていう風になっておりまして、こちらがですね公式サイトという風になっているわけなんですけども、こちらからね購入するという風になるわけなんですけども、こちらにですねメールしていただいて、そちら返信が来るとですね、そちらに振り込み先が記載してあるというふうになりますので、こちらにですね事前振り込みをしていただいて利用するっていった形になります。でですねこちら受け取り時代はチェックイン当日にですね受け取るっていった形になりますので、当日ですね受け取っていただいてそのままね利用するっていった流れになっております。こちらの公式サイトについてはですね概要欄に載せておきますんで、そちらからね見ていただけたらなっていうふうに思います。でここでね一つね注意事項なんですけども、ホテルバウチャーを購入するときにですね、こちらメールをしてそちらが返信されてくるわけなんですけども、こちらね購入のメールをね送ってから 2,3 日ほど返信にね時間がかかるというふうになりますんで、こちらねホテルの方に確認させていただいたんですけども、この返信メールが来ないとですねホテル側ももうどうしようもできないというふうになりますんで、この 2,3 日かかるということですんで、今日予約してね明日利用するみたいなね感じで利用するとですね利用できないっていったね形になりかねませんので、この点はね注意してください。ですので少なくてもですね1週間後っていった感じで利用していただければなっていうふうに思います。次にですねシェラトングランデ東京ベイホテルのチケット付きプランをね検索していくわけなんですけども、こちらのチケット付きプランっていうのはプロモーションコードがね用意されておりますので、こちらね利用してみていただけたらなっていうふうに思います。プロモーションコードについてはですねこちらの公式サイトのトップ画面のですねプロモーションコード入れる欄がありますんで、こちらにですね入れていただくっていった形になります。でディズニーランドのプロモーションコードが大文字の I26 っていう風になっております。でディズニーシーのプロモーションコードの方はですね YX1 っていう風になっておりますんで、こちらね入力してからですねプラン検索するようにしてください。それではですね検索するとですねこんな感じで出てくるわけなんですけども、プロモーションコードを入力してもプランっていうのねすごいたくさん出てきますんで、確実にですねチェックするようにしてください。でこちらはですね料金の詳細っていう風になっているんですけども、ディズニーチケットとかですね朝食あと駐車場などのですね文言が入っているのをですねぜひ確認していただいて、こちらですね詳細自体は英語でね表示されるっていう風になりますんで、こちらねコピーして Google 翻訳などですね翻訳していただいて、確実にねチェックしてからですね
利用するようにしてください。それですね、予約が済んだらですね、次にステイナビのクーポンを発券して準備完了っていった感じになります。で、このステイナビのね、クーポンの発券方法自体はですね、こちらの動画にですね、解説動画出しておりますんで、こちらね、見ていただけたらなというふうに思います。それでは次にね、価格見ていきたいなというふうに思うわけなんですけども、今回ですね、税込みで 51,700円ということで、まあ、こちらはですね、時期によって多少ね、変動されると思うんですけども、こちらでね、検索させていただきます。税込みね、 51,700円ということで、こちら GoTo トラベルキャンペーンで 35% オフというふうになりますんで、 33,605円というふうに、ね、なるわけなんですよね。でですね、 33,605円分を、ホテルバウチャーで、購入するというふうになりますので、こちらね、お釣りが出ないというふうになりますので、端数はですね、追加で現金で支払っていった感じになります。バウチャーはですね、1枚8000円で1枚分ね、利用できるというふうになりますので、3万円をですね、24000円で購入するっていった形になります。で、残りのですね、3605円を足して27605円でね、利用するっていった形になります。でですね、こちら27605円ね、支払うっていった形になるんですけども、10月以降ですね、 GoTo トラベルキャンペーンに関しては地域クーポンがね、付与されるっていうふうになりますんで、27605円支払ってですね、地域クーポン8000分がね、もらえるっていった形になります。またですね、マリオットボンボイホテルを予約する際なんですけども、ポイントサイトハピタスを通すとですね、 4% のねポイントバック受けることができますので、こちらね、 51,700円のプランでですね、予約した場合は2068円分ね、ポイントバック受けることができますので、こちらもですね、取りこぼさないようにですね、利用していただけたらなというふうに思います。今回ね、解説させていただいた価格はあくまでね、平日っていうふうになっておりまして、この点はね、注意していただきたいなというふうに思うわけなんですけども、一応ですね、週末でもこのプランはね、利用することができるんですけども、価格帯がですね、一気に跳ね上がるっていった形になります。こちらね、価格についてはですね、8万円から10万円ぐらいね、するっていった感じになるわけなんですけども、こちらね、10万円で計算するとですね、 GoTo トラベルキャンペーンで3万5000円分ね、割引が受けれるっていうふうになりますんで、6万5000円のね、支払いになるわけなんですけども、ここからですね、ホテルバウチャーでこれを支払うっていった形になりますんで、ホテルバウチャーね、6枚購入して4万8000円分で、残りのね、5000円を現金で払ってですね、5万3000円でね、利用することができるっていった形になります。こちらね、チケット代が大人3名で2万4600円っていうふうになりますんで、まあ、5万3000円でね、利用できたとしても値段的には結構高いですよね。ですので、まあ、考慮していただくっていう点としてはですね、まあ、駐車場代3000円が無料になるっていう点と、まあ、地域クーポンはですね、こちら GoTo トラベルキャンペーンで1万5000分ね、もらうことができますし、ポイントサイト経由すればですね、さらに4000円分もらうことができますんで、これを考慮するとですね、2万2000分が、まあ、利用できるっていった形になりますんで、実質3万1000円っていう形になるわけなんですよね。まあ、この点についてはですね、まあ、どう捉えるかっていうのは、まあ、人によってね、変わるっていった形になると思うんですけども、このプランをですね、週末利用するメリットっていうのはね、ありまして、こちらですね、ディズニーの公式サイトになるわけなんですけども、今現在ですね、入場制限している関係もあると思うんですけども、10月いっぱいの土日とかね、もう予約できないんですよね。ですけども、こちらのプランであればですね、予約することができますんで、この点だけはですね、おすすめポイントかなっていうふうに思います。どうしてもね、土日にしか行けないっていう方で、またですね、10月以降ね、利用されたいっていう方はですね、こちらね、利用してもいいのかなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回はマリオットボンボイホテルのディズニーチケット付きプランがおすすめということで解説させていただきましたけども、特にね、おすすめしたいなと思うのは平日に行ける方っていう感じですかね。また今回紹介させていただいたのは子供料金がね、ないっていった形になりますんで、子供であっても大人であってもですね、料金変わらないっていう風になっております。またなんですけども、今回予約しているのはですね、マリオットボンボイホテルの公式サイトっていう風になりますので、ステータスね、保有されている方であればですね、ステータスね、利用することができますし、もしね、 SPG アメックスクレジットカードね、保有されている方はですね、1ドルに対して10ポイントもらえるっていうね、こともできますし、
またね、ステータスポイントもね、もらえるっていった形になりますんで、 SPG アメックスね、保有されている方はですね、特におすすめっていった形になっております。今回の動画ね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオット、ボンボイホテル、ヒルトンホテルなどについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。